4話漫画の添削シリーズです。今回は第5話をどのように添削していただいたかということについてお伝えしていきたいと思います。で今回の第5話に関してはですね、特にですね、あの、添削いただいた部分がないんですけれども、内容でこの5話と次6話に添削していただいてますので、そこの部分ですね、そこの部分に、えー、話を進めながら5話と6話を同時にお届けしたいと思います。前回ですね、第4話、 第4話でどういう風になったかというとですね、このカワゴンがですね、ジュースをイモタンにあげて、えー、イモタンにあげようと思ったらですね、イモタンがいろいろこのジュースについて聞いてですね、そしてイモタンがもらいました、このジュースをですね、カワゴン自慢のこのおいしいジュース、まあカワゴンは超ウルトラスーパージュースという風に言ってるわけなんですけれども、このジュースをですね、イモタンにあげました。で、イモタンがですね、 今度は第5話で持って、えー、飲んでおります。ごくごくと飲んでおりますね。そこに、こう、モモゴンが登場してくるわけですね。で、モモゴンが、イモタン何飲んでるモモっていうことで、イモタンがカウゴンからもらったジュースを飲んでます。はい。で、えー、そしたら、モモ、あの、イモタンがですね、カウゴンからもらったジュースタンって答えてですね、それって超ウルトラスーパージュースっていうふうに聞きます。 ま、ここで、モモゴンが、超ウルトラスーパージュースってことを知ってるわけですね。先ほど、この第3話で、モモゴンがカオゴンから、もらおう、もらうおうとしたんですけれども、まあ、カオゴンがですね、この第4話で、第3話ですね、第3話で、最初はモモゴンにあげようと思ったんですけど、このモモゴンが、 桃モモジュース飲んだからいらないって言って断ったんですね。ですから、このモ,モゴンは、桃ゴンはこの場でですね、超ウルトラスーパージュースなんじゃないかなっていうふうに考えたわけですね。そしたら、イモタンの方が、そうだ単、超ウルトラスーパーオ味しいジュースタンって答えます。で、ここにですね、今度はモ,モゴンがですね、その、そのジュース、本当はモ,モゴンのジュースだもも、カワゴンは意地悪だももというふうにですね、 言っってますねえー、っと本当はモモゴンは実はいらないって言ったわけなんですけれどもここに来たら急にですねなんか飲みたくなっちゃったのか分かんないんですけどモモゴンのジュースだモモって言っちゃってるわけですねでモモゴンが怒って不愉快だからモモゴンお家に帰るモモっていうふうに帰ってしまうとであモモゴンモモゴンがいらないって言ったってカワゴンがっていうふうに イモタンはここでちょっと弁明してるんですけれども、まあ、聞く身持たないというか、モモゴンはお家に帰っちゃったってことなんですね。で、こ,こをいう、あのー、まあ、微妙なちょっと心理状態を描いているわけなんですけれども、まあ、最初にですね、 モモゴンはいらないって言ったんですけど、モモゴンはパトス怪獣ですから、その場その場でロジックが通用しませんので、その場その場でですね、考えてしまうというですね、そういう感情を前面に出していく怪獣ですので、まあ、なかなかこういうイモタンが、まあ、積中的にですね、えっ、ー、と、モモゴンがいらないって言ったんだよって、だからって言ってたよってカワゴンがですね、 だから、イモタン自身がこのジュースもらって飲んだんだよっていうことを説明しようとしてもですね、モモゴンはその場の感情で怒って帰っちゃうっていうですね、まあそういうような感じになってるわけですね。で、これが第5話なんですけれども、でこの5話の続きで、じゃあその続きでどうなっていくかというと、6話がありまして、で、このお モモゴンがですね、お家に帰ると見せかけてですね、カーゴンのとこにやってきます。で、カーゴンジュースって言ってますね。で、ジュースってって感じで、まあ、ジュースジュースっていう風にして、もうとにかくもう感情を任せでカーゴンに突っかかってきてるわけですね。もしかして、超ウルトラスーパージュースのこと、あれはモモゴンがいらないって言うから、イモタンにあげたよってことで、カーゴンはまあ、ロジック的には正論を述べてるわけですね。 ところがですね、モモゴンさらに怒りまして、モモゴンいらないって言ってないもの、いらないって喉乾いてないから、あの、モモジュース飲んでね、喉乾いてないから、モモゴンは超ウルトラスーパージュースいらないって言ってますよね。言ったんですけれども、いらないって言ってないって怒ってるわけですね。で、えー、モモジュース飲んだからいらないって言っていたよってカーゴンはここで弁解するわけですよね。そしたらですね、 カワゴン、モモゴンのこと何も分かっていないモモっていう、これ、あの、モモゴンの殿下の宝刀のセリフなんですけれども、モモゴンのこと何も分かってないって言って、えー、冬会だからお家に帰るモモって言って、まだお家に帰っちゃうと。でもまあ、最初はイモタのところに行って、イモタのところからお家に帰ろうとしたんですけれども、まあ、カワゴンのところにね、ちょっとこう、攻め込んできたというか、当て付けにやってきたわけですね。で、ちょちょっと待ってよ、今度またあげるからって言ってるわけですね。 で、この中でですね、この第6話に関しまして、野廣先生からいただいたアドバイス、コメントなんですけれども、ここにいただいてますね。今はジュースが飲みたいが、さっきは喉が渇いていないからいらないとい,いらなかったということが伝わりづらかったため、いらないって言ったのになぜと私も思って混乱しましたということですね。だから、あの、 今、この段階ではジュースが飲みたい。で、さっきは喉が乾いていないからいらなかった。というですね、こういう理由付けがやっぱ伝わりづらいということですね。確かに、その、最初ですね、このモモゴンはカーゴンにジュースいらないって言ってるわけですね。喉乾いてないからジュースいらないと。 で、えー、そのためにカーゴンがイモタンにジュースをあげるっていう形になってるわけなんですけれども、今度またここに来てですね、ジュースジュースと、ジュースちょうだいって言ってるわけですよね。さっきは喉が乾いていなかったからいらなかったということが伝わりづらかったということですね。この喉が乾いていないからいらなかったっていう部分をもうちょっときちんと伝わるように書かないと、やっぱりここのモモゴンがですね、 ここで怒って、ジュース、ジュースって言ってる部分がですね、さらに伝わりづらくなってしまうんではないかなということですね。ですので、ここ、まあ、ここちょっとまあ考えなきゃいけないんですけれども、モモゴンがここでどうしてジュースを飲みたがっているかっていうところなんですが、さっきは喉乾いていなくて、今、まあ、この段階では喉が乾いちゃってるからジュース飲みたいって言っているモモゴンを描くべきなのか、 あるいはですね、ちょっとこれ私の意図的にはですね、このモモゴンは、ちょっといわゆる、そのジュースっていうものにちょっと付加価値、要するに気持ち的なものを付け加えてると言いますか。結局、そのジュースっていうものは象徴であって、そこにモンモゴンへの理解っていうですね、カワゴンのいわゆる心を乗っけている。要するに、その、 ジュースそのもの、ジュースをカワゴンがモモゴンにあげるっていう行為というのは、すなわちですね、モモゴンのことをきちんと理解している、理解するという姿勢であるということをですね、私としては描きたいと思ってはいるわけなんですね。ですので、ここが非常にちょっと難しくてですね、かなりですね、ここは思考して、リライトしなければいけないのかなというふうに考えております。で、あくまでもですね、 モモゴン的にはですね、イモタンにカワゴンがジュースをあげてしまったっていうことに、まあ、起こっているというか、そういう部分ですね、そこをちょっと描き出したいなというふうに考えています。ですので、やっぱりこの4コマの中で、そのモモゴンの気持ちっていうものは、完全に読者任せで、えー、想像という形にして、このまま置いとけば教材なんですけれども、仮にですね、 そのモモゴンの気持ちが、まあ、いわゆるですね、えー、カワゴンがこのモモゴンに断りなくっていうとあれなんですけれども、本来ならモモゴンにあげようとしたものを、例えばカワゴンが自分に飲んでしまうならよかったんですけれども、本来ならば受けるべき、モモゴンが受けるべき優しさとか、心ですよね、そのジュースを一応心という象徴として扱っていると考えれば、その心をです、ね、モモゴンにあげずにですね、えー、そのまあ代わりに、 え、イモタンにあげてしまった。あの、黄色いイモタンの方ですね。イモタンの方にあげてしまったっていうことに、何かこう、複雑な感情を抱いている。そして、それに対して、モヤモヤ感があって怒っちゃってるっていうことですね。そこの部分で、で、まあ、ちょっと、まあも、も言的には感情的になって、モゴンいらないって言ってないっていうふうに言って、で、まああの、何もわかってないっていうことで、 結局この何も分かっていないっていうのはそのジュースをイボタンにあげたから、モモゴン的には怒っちゃってるっていうような部分をですね、ちょっと描き出したいなとっていうふうに思ってるんですけれども、ちょっとですね、このあたりの描写が非常に難しくてですね、ちょっと今回の野博先生のご指摘が大変に勉強になってですね、やっぱそこのモモゴンの感情を読者に対してですね、限定的に表現していくのか、 それともこのまま放置して完全に読者任せにしてしまった方がいいのかでも、ただ読者任せにしてしまうとですねここ混乱が起こってしまうとあの結局、どうしてあのいらないって言ったのになんでここでまた飲みたがってるのか。 っていうことがですね、ここですよね。いらないって言っていたのになぜ欲しがってるのかってことがわからないってことになっちゃうんですね。そうすると、やっぱそこが一番重要な部分でありますのでそこはですね、もっとこう情報を制限してそして、読者の方にですね、このモモゴンはいわゆるジュース、喉が渇いているといういわゆる物質的なものではなくてちょっとスピリット精神的な面においてカーゴンに対して 当ててけをしているというふうな感じを表現したいなというふうに思っておりまして、そうなった時にどうすればいいのかというのを今ちょっと試行中であります。まあ、大変にですね、野博先生から頂い,いたコメントはですね、勉強になりましたし、また随分ですね、あのこの自分の書いた4コマに対しても思考しておりまして、またですね、物事を伝えていくということの難しさと、あと情報というものをですね、これはあのいわゆる漫画ですけれども、情報の伝え方、 相手に対して何を伝えていくのか、どういうふうに表現しながら、相手に対して自分の主張したいことをダイレクトリーに、あるいはですね、あのまあ、間接的にでもいいんですけれども、どういうふうにこう見てもらうかということは大変に難しいことであり、また重要なポイントなんだなという,ふうなことを感じております。 また次回はですね、第7話ということで、第7話もまたあのアドバイスをいただいております。で、7,8,9,10話までありますので、とりあえずですね、10話までいただいたコメントと、私のですね、このような感想と、それから、まあ、いわゆる、まあ、思考ですよね。思考と、それから、あの、私なりの、このブラッシュアップの絵の三つ指示ですね。それをですね、ちょっと次回もお送りしたいと思いますので、次回もまたよろしくお願いします。以上です。 マニキャット、ムービーたち火、よろしくお願いします。